レオナルド・マックス・エーデルマンはアメリカの暗号の研究者で理論計算機科学者。レナード・エードルマンとも南カリフォルニア大学で計算機科学と分子生物学の教授を務めている。1978年にロナルド・リベスト、アディシャミアと共に RSA 暗号を発明したことで知られる。RSA 暗号は電子署名など コンピュータセキュリティアプリケーションに広く使われている。この業績により2002年にチューリング賞を受賞。また DNA コンピュータの考案者でもある。カリフォルニア州生まれでサンフランシスコ育ち。カリフォルニア大学バークレー校で学び、1968年に数学の学士号、1976年に情報工学の博士号を取得。 1982年にシーパミランスや RS ルームリーと共にエイプア素数判定法を発見した。1994年、モレキュラーコンピュテーションオブソリューションズ2コンビナトリアル、プロブレムズと題した論文で計算機として実験的に DNA を使用することを論じた。この中で彼はナナロードのハミルトンヘイロ問題や巡回セールスマン問題に似た。 NP 完全問題を解いた。濃度7、パス14という問題規模は非常に小さかったが、この論文は DNA によるアルゴリズムの計算の成功例として知られている。使われた DNA は 40BP の DNA 差であり、プログラム内蔵型でもなかった。いずれにしても、これによって DNA コンピュータが大規模な組み合わせ最適化問題に適用できる。 可能性が示された。RSA 暗号の発明への貢献により、エーデルマンは、ロナルド・リベスト、アディシャミアと共に2002年のチューリング賞を受賞した。教え子のフレット・公演が1984年に書いた論文エクスペリメンツ・ウィズ・コンピューター・バイラス,スによれば、コンピュータウイルスという用語はエーデルマンが考案したという。 エーデルマンはハッカーを描いた映画スニーカーズで数学に関するコンサルタントとして関与した。ありがとうございます。